500cc クラスチャンピオン、マイク・ヘールウッドのメガボルト・アグスタ1965年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第17回大会である。3月にデートナインターナショナルスピードウェイで開催されたアメリカ GP で開幕し、鈴鹿で開催された最終戦日本 GP まで全13戦で争われた。 チェコスロバキアの国内レースとして開催されていたチェコスロバキア GP が世界選手権に昇格し、この年のロードレース世界選手権は全13戦となった。250cc クラスはすべてのグランプリでレースが行われている。またこの年のドイツ GP は初めてニュルブルクリンクの一周 7.747km の南コースで行われた。 1957年から基本的に進化していない2バルブ4気筒のマシンで 350cc クラスと 500cc クラスを戦ってきたメガボルトアグスタは戦う相手が単気筒マシンしかいない 500cc クラスでは相変わらず他を圧倒する速さを発揮し続けていたがホンダのパワフルなマシンに大きく遅れをとっていた 350cc クラスには この年、ついに新型の4バルブ3気筒マシンを送り込んだ。しかし、この軽量で扱いやすい新型3気筒マシンは、イタリアの新人、ジャコモ・アゴスチーニに、優先的に与えられ、長く、メガボルト、アグスタの 500cc タイトルを守り続けてきた。マイク・ヘールウッドは当初は古くて重い4気筒に、乗らなければならなかった。このイタリア人を優先して勝たせようとする、 メガボルト、アグスタのアグスタ伯爵の独裁ぶりに、これまでも決して円満ンンとは言えなかった、ヘールウッドとメガボルト、アグスタとの間の亀裂は、決定的なものとなった。最終戦となった、日本 GP の 350cc クラスで、ホンダのジムレッドマンを破って優勝した、ヘールウッドは 350cc のレース後に、メガボルト、アグスタを離れ、 同じ日に続いて行われた 250cc クラスのレースからは、ホンダジミエに加わったのである。一方、勝敗気量クラスにおける4ストロークのホンダと2ストロークのヤマハ、鈴木との技術競争にはますます拍車がかかっていた。ヤマハは 125cc の二気筒を水冷化し、シーズン終盤には 125cc の二気筒を二段重ねに、 下 250ccv 型4気筒のマシンを投入。鈴木も 250cc 水冷スクエア4に続いて 125cc のマシンを水冷化、50cc クラスには水冷2気筒のマシンを走らせた。対するホンダは前年の 250cc6 気筒に加えて、この年の2月には 125cc5 気筒マシンの開発をスタートさせ、 最終戦で実戦に投入している。また、以前から最高峰クラスへの参戦を噂されていた。ホンダは、やはりこの年の2月から 350cc モデルをベースにした 500cc マシンの開発を始めていた。メガボルト、アグスタの4気筒は、この年もこれまで、同様にマチレスやノートンの短気筒に比べて、十分に早く、 マイク・ヘールウッドは10戦中8勝を挙げて安やす,やすと、500cc クラス4連覇を達成した。雨となった第3戦、満島では点灯したにもかかわらず、再スタートから優勝している。ただ一人、ヘールウッドと同じマシンに乗る新人のジャコモ・アゴスチーニは、順当にランキング2位を獲得したものの、ほとんどのレースでは、ヘールウッドに大差をつけられての2位だった。 それでも初めて 500cc のマシンでレースをした。シーズン序盤に比べて終盤にはその差はかなり縮まっており、ヘールウッドがフィニッシュできなかった第9戦のフィンランド GP ではこのクラスでの初勝利を記録している。メガボルトアグスタが投入した 350cc 専用設計の3気筒マシンは、 気筒あたりイオンバルブで1万3000回転まで回すことができるエンジンに7速ギアボックスが組み合わされ、さらに旧来の4気筒より格段に軽量コンパクト化されたことで従来のウィークポイントであったコーナーリング性能が大幅に改善されていた。そしてイタリア人にタイトルを取らせたいと考えていたアグスタ伯爵は初戦のドイツ GP でこの新型マシンを 実績のあるマイク・ヘールウッドではなく、チームに抜擢したばかりの新人、ジャコモアゴスチーニに与えた。それに対して、前シーズンは、前戦前勝という完全に勝利でタイトルを得た本だと、ジム・レッドマンは、前年型を、さらに改良した4気筒の 2RC172 で、臨んだ。開幕戦のドイツでは、レッドマンがクラッシュし、新型を与えられたアゴスチーニが期待に応えて、 グランプリ初優勝を飾った。続く、マンシマ TT では、レッドマンの相手は、ヘールウッドになったが、ヘールウッドが、エンジントラブルでリタイアして、レッドマンが、シーズン初優勝を挙げた。レッドマンはそのままの勢いで、第5戦チェコスロバキア GP まで4連勝して、シーズンをリードしたが、アルスター GP で、再びクラッシュ。 その後の2戦を欠場することになってしまった。そして、レッドマンがいない間に、アゴスチーニーが、フィンランド、イタリアと連勝し、タイトル決定は、最終戦の日本 GP に持ち越された。何としてもアゴスチーニーにタイトルを取らせたいメガボルト、アグスタは、日本 GP では、チームオーダーによって、アゴスチーニーを先行させ、ヘールウッドには、好評で、 レッドマンを抑え込む役目を命じた。しかしアゴスチーニはマシントラブルによって交代し、レースはヘールウッドが優勝。2位に入賞したレッドマンとホンダが4年連続となるタイトルを獲得した。この年、ヤマハが 250cc の2ストローククレーニキ島を拡大したマシンでこのクラスの数戦に出場し、満島ではフィルリードが レッドマンに続く2位でフィニッシュした。ホンダが、例年通り開幕戦のアメリカ GP 出場を、見合わせ、ヤマハのフィルリードとマイクダフが順当に1にフィニッシュを飾った。ホンダは、第2戦のドイツから、前年デビューの6気と RC165 を、走らせたが、ジムレッドマンは 350cc のレースで負傷し、続くスペインも欠場する羽目となった。 第4戦フランスで復帰した、レッドマンだったがトップを走りながら、トラブルに見舞われ、リードに開幕からの4連勝を許した。第5戦、マンシマでも、ヤマハの速さは変わらず、リードは 250cc で初めて、オーバーザトニ記録したが、その直後にエンジントラブルでリタイアし、このレースから投入された改良型6気筒の2、RC165 に乗るレッドマンが、 シーズン初勝利を挙げた。レッドマンはその後のベルギー、東ドイツと勝利して巻き返しを図ったが、第10戦アルスター GP の 350cc で、再びクラッシュして 250cc のレースを欠場、7勝目を挙げたリードが2年連続の 250cc タイトルを獲得した。タイトルが決まった後、ヤマハはイタリア GP で空冷。 V 型4気筒の RD05 をデビューさせたが、雨となったイタリアでは、オーバークールに悩まされ、最終戦の日本 GP では水冷型の RD05 を投入した。わずか8台のみの出走となった日本 GP では、直前の 350cc のレースで、ホンダのライバルであるメガボルト・アグスタで、レッドマンと戦ったマイク・ヘールウッドが一転して、 レッドマンのチームメイトとしてホンダに乗り、次々と脱落するライバルを尻目に、初めて乗る6気筒で勝利を飾った。前年、タイトルをホンダに奪われた鈴木は、前年の最終戦で、デビューウィンを飾った水冷マシンを、さらに熟成させた、RT65 をヒュー・アンダーソン、フランク・ペリス、エルンスト・デグナーらに託して、タイトル奪還を図った。一方のホンダは、 チャンピオンのルイジ・タベリが全面型のマシンで戦ったがシーズン初出場となった第2戦のドイツ GP から3戦連続でタベリとチームメイトのラルフ・ブライアンズが共にマシントラブルのためにリタイアとなってしまい鈴木のアンダーソンが開幕から4連勝を挙げた第5戦マンシまでホンダは改良型のマシンを投入したが同時にヤマハも 水霊2気筒の RA97 をデビューさせ、RA97 に乗るフィルリードがタベりとの接戦の末に優勝した。続く、ダッチ TT も、ヤマハのマイクダフが制したが、このレースの後 RA97 は、日本に送り返され最終戦までレースを走ることは、なかった。また、4気筒では2ストローク勢に対抗できないことを知った。 ホンダも東ドイツ GP 以降のレースを欠場し、開発中のご気頭マシンが完成するまでの間は、ライダーたちを他のクラスに専念させた。残りのレースは、ライバルのいなくなった鈴木勢の独占場となり、第11戦イタリアで6勝目を挙げたアンダーソンが1963年以来となる 125cc クラスのタイトルを取り戻した。 毎年日本のメーカーによる新型マシンのお披露目の場となっていた最終戦日本 GP だがこの年はホンダが 125cc 並列5気筒という前代未聞のメカニズムを持つ RC148 をデビューさせたこれはホンダ総一郎の5 0 c c に気筒エンジンのシリンダーを5つ並べれば良いというアイディアから生まれたものでその言葉通りにピストンや バルブなどは、同時期に開発されていた 50cc2 気筒のマシンと、同じものが使われていた。完成したばかりの、このマシンを買ったタベリは、ボールポジションを獲得し、レース序盤に、トップに立つ速さを見せたもののテスト不足によるトラブルで、終盤には、ペースダウンし、最後はアンダーソンに次ぐ2位でフィニッシュした。また、この年の日本 GP125cc クラスでは、 日本の川崎が2ストローク2気筒のマシンでグランプリデビューしたがポイントを獲得することはできなかった。R ブライアンズのホンダ RC115 前年タイトルを獲得した鈴木だったが強力なライバルとなりつつあったホンダの2気筒に対抗するために水冷2気筒の RK65 を投入しホンダが欠場した開幕戦アメリカ GP ではエルンスとデグナーが RK65 のデビューレースを勝利で飾った。ホンダは前年型の2気筒をショートストローク化してさらに高回転、高出力化した RC115 で前年ランキング2位のラルフ・ブライアンズが第2戦ドイツ GP に勝利した。第3戦スペインでは鈴木のディフェンディングチャンピオンヒュー・アンダーソンが優勝し、第4戦フランスではブライアンズが2勝目。 マンシマ TT では、ホンダのルイジタベリがシーズン初勝利と、その後も、ホンダとスズキの互角の戦いがシーズンを通して繰り広げられ、タイトル争いは最終戦までもつれ込んだ。最終戦の日本 GP ではアンダーソンがボールポジションを獲得し、決勝でもタベリブライアンズラとトップ争いを展開するが、 最終ラップで点灯を喫し、優勝した食べりに続いて2位に入賞したブライアンズが、初めてのタイトルを獲得した。50cc クラスで4ストロークのマシンに乗るライダーが、ライダーズタイトルを獲得したのは、この年のブライアンズが唯一である。500cc クラス 350cc クラス 250cc クラス 125cc クラス 50cc クラス。 500cc クラス 350cc クラス 250cc クラス 125cc クラス 50cc クラス。ありがとうございます。